名古屋市長、給与3ヶ月カット、自戒する、辞職は、低名古屋市の河村隆市長が、東京五輪祖、トボール日本代表、後藤希友選手の金メダル、カムなどした問題で、河村氏は16日の定例記者、未で、後藤選手にも、国民の皆さんにも不快な意をさせた。自戒すると述べ、自身の給与3ヶ月、150万円を全額カットする考えを示した。 辞職にいては否定し、引き続きご奉公させていただ、たいとした。河村氏は会見冒頭、深々と頭を下げ、だるを噛んだ行為、傷つける発言をし、申し訳、ありませんでしたと再度謝罪。13日にハラスメンに関する講習を受けたと話し、4日の面会時に、富士選手にした、恋愛禁止か、ええ旦那もらって、言った発言が、 ハラスメントになると、よくりしたと述べた。同様の発言をすることはもう、意図強調した。この記事の写真、1枚2021年8月16日、配信を理事、ルサイトで読む。